ごめんなさいでも道がある。事業再生版令和の虎、クラウドファンディング。事業再生版令和の虎、クラウドファンディング、虎の胃を狩るプロジェクト。今夜どの虎の胃を狩りるのか。あ、失礼しまーす。失礼します。あ、はい。あ、どうもすいません。あ、こちらにまして。あ、こんにちは。お世話になってます。三浦会長です。あ、どうも。はい、よろしくお願いします。本日は大変お忙しいお時間を頂戴いたしました。今日はですね、はい、実は私の事業再生版、うん、はい、タイガーファンディング、うん、まあ、この間放送されまして、見ました。はい、あ、はい、あ、うん、見ていただいた。見ました、見ました。めちゃくちゃ見ました。僕最近、はい、多分5本に1本ぐらいしか見てないんですよ。結構多いじゃないですか、はい、あの回は見ましたね。あ、そうなんですね。感動しましたよ、すごく。あ、そうですか。岩井さんのあのエールもすごかったし、ね、応援のエールですね。はい、あれって4月の頭ぐらいだったんですけど、うんうん、それまで私って三浦会長との接点ってないんですか？ないですよ。あの100万人記念の時に一緒の会場にいたぐらいで、はいはい、それ以外は多分ほぼお会いしたことないですね。あと虎の会議みたいなのあったじゃないですか。青ちゃんの。ああ、ありましたね。ありましたね。なんかあの時スタンドがあった時、結局どうだった、結局やらなかったですか。なんとか版、なんとか版、はいはい、ね、いろいろやろうみたいな話ありましたからね。ソーシャル版タイガーファンディングとか、いろいろちょっとやってなくなっちゃいましたね。はいはい、あの時も三浦会長いらっしゃいましたよね。いましたよ。確かね、僕とか茂木さんとか高澤さんとかいました、ね、ただ話はしなかったんですよね。しなかったですね。何か話せなかったですね。お金の人なのかなと思って。いやいや、お金なくないですなんか話しかけづらいのかなと思って。本当ですか。いや、全然、ね、でその事業再生版、私のが終わった後、三浦会長の方からご連絡いただいたんですよね。そうですね。見てすぐ、多分夜見たと思うんですけど、はいはい、ちょっとすぐその日だったと思います。その日に連絡しました。はい、LINE かな。 LINE そうですね。コメント欄にもちょっと書かせてもらったりして。あ、そうだったんですね。コメント欄に。あ、そうだったんですか、うん、だって私だって LINE も知らないのに三浦って出てきたから、うん、え、なんだこの三浦っていう人。 あれ多分ね、グループ LINE の虎のグループの中で僕探して、はい、あのくちゃんどこだろうと思ったら最初見つからなかったんですよ、はい、アイコンがくちゃんないなと思ったら、はい、なんかあれですよね、あの女装してるやつですよね。そう、アイコンがあれば、あれです。私の変態視聴者が作ったアイコンなんですよ。そうですよね。で、あのアイコンだったんで探すのに10分ぐらいかかって、はい、どれが福ちゃんなのかなと思って。あ、どれが本当なのか。そうそうそう。髪の毛ないのにあるから見つけて、はい、多分これだろうなと思ってお送りしたんです。あ、そうだったんですね、はい、いや、すごくびっくりしちゃって、俺、はい、偽物なのかなって思ったんですけどでもなんか、うん、そのグループラインの虎のグループラインで私あの時も多分抜けちゃってたかなんかで、うん、見たことあるアイコンだし、うん、これ多分三浦会長で間違いないよなっていうふうな、うん、とこからのスタートだったんですよね、うんうん、でもなんかの多分グループラインに入ってたんですよ、くちゃんが。あ、そうだったんですね。どれだか忘れてましたけど探したんですよ、めちゃくちゃ探して、はいはい、どっかに。あ、100万回記念だったんですよ、多分。あ、100万人登録の時の、はい、案内のグループラインだと思います、そこにいて、それで見つけたんですよ。あ、そうだったんですね、うん。でもあれか、今は丸々版とかでは三浦会長出てらっしゃるんでしたっけ、うん、今何人出てらっしゃるんですか。僕今あの、まあ、いろいろ講師ともお世話になってる青ちゃん の、うん、あのスキル獲得版と、はい、リュービー の、はい、あの通販版、あとあの林さんのフランチャイズ版、はい、フランチャイズチャンネルとかね、はい、よくフランチャイズ版もそうですけど、呼ばれたら出るっていう、うん、その3人のやつから声かけられたら全部お断りしないで出てます。あ、そうなんですね。それ以外は今出てないですね。じゃあ今まだ本家の方にはまだ戻られてない状態ですか。戻らってないですね。あと他の多分 何々版っていう話来ても多分ほぼ出ないと思いますね。あ、なるほどね、はい、あ、そうなんですね、はい、でもそんな中ご連絡いただいたなんかこう契機っていうか、あの私に対する思いみたいなのもあったんですか。いや、元々はなかったですよ。元々はなかったんで、ただやっぱり僕もあの実際僕のその、今までの経験といいますか、起業してきて、うん、あの順風満帆ではなかったんで、うん、最初はやっぱり借金からスタートして、うん、親が借金すごかったんで、うん、親の借金返済からスタートして、うん、20代の時そこからやっと返済終わったっつって、それでそこからいろんな、まあ、世の中の流れがあるじゃないですか、うん、で
まあ、35歳リユースに出会ったんですけど、リユースの会社起業した月に東日本大震災が起きて営業できなくなって、はい、でやっと売り上げ50億ぐらい伸びたなっていう時にコロナが来て、はい、月間何億円も損害出たりとかっていう順風満帆じゃなかったんで、やっぱりそういう時に僕は誰かに助けてもらうとかことがなかったんですよ、その起業してきて誰かに資金援助してもらうとか全くなく、自己資金と銀行融資だけでやってきたんで、なんでもう少し誰かがその時に手を差し伸べてくれれば、もっと立ち上がるの早かったなとか、もう気がつけ僕も49歳、多分同い年ぐらいですよ ね、はい、49歳なんで、これはもしかしたら40前半に今のところまで来れたのかなとか、やっぱり自分で何とかしようとしたんですごい時間かかった部分もあったんですよ。考えたら僕は自分がそうだったんで、誰かがなんかそういう時に、なるべく少しでも早く復活できるように協力できたらいいなっていうのが結構レイワントレやってる中の思いではあったんで、福ちゃんの動画見てもうすぐなんかできることないかなっていうので連絡させてもらって。そうですね、はい、やっぱり経営者って意外に孤独ですよね。孤独ですよね、分かってもらえないですよね、うん、そういう思いっていうのは、はいはい、ただやっぱり全員が全員順風、まあ多分一人もいないと思います、順風満帆に来た人があって、うん、どんな人でもやっぱり上曲折あるので、ね、はい、その時に協力してもらえる人がいた方がいいじゃないですか、うん、やっぱレバノトラってそういうコミュニティだと思ってるんですよ、はい、多分誰かが困ったら絶対みんなで助け合おうみたいな、うん、珍しいチームじゃないですか、経営者の中で。そうかもしれないですね、はい、だから多分その福ちゃんもそういう会った時いろんな方が連絡来てるじゃないですか、はい、だからこんなことってあまりない、僕は素晴らしいなと思ってて、うん、この文化を、ね、なるべく僕も協力してやっていきたいっていう思いが、私のその事業再生版の時にこれカットされてる部分なんですけど、うん、誰かのそのトラが福ちゃんもっといろんな人に頼ってっていいんだよっていうようなことを言ってくれたトラの方が一人いたんです、はいはい、で実は昨日そのサンエットさんのこの週刊令和のトラの収録会場のところに行って、うんうんうん、シマヤンと その撮影をしてたんですけど、その帰りにエレベーターのところで安藤社長とすれ違ったんですよ。安藤さん、はい、で大変ですね。そうです、うん、安藤社長とも何回か一緒にこう共演したこともあったんですけど、うん、いや福ちゃんって事業再生版見ましたよって、うん、福ちゃん全然頼ってくださいよって安藤社長が言ってくれたんですよ、うんうんうん、ね、福田さん好きな虎だから早く戻ってもらえるように僕も協力しますから、うん、何でも頼ってくださいって、うん、頼ったっていいじゃないですかって言って別れてたんですけど、うんうんうん、やっぱり今はね、三浦会長もそうおっしゃったように、コミュニティって得意ですよね。得意ですね、いいですよね。なんか経営者になってああいう人たちに会ったことあんまなかったんで、はいはい、やっぱりこの文化とかいうのをもっとなんか、なんですか、強いなんか団結力にしたいなって思いはすごいあって、はい、やっぱそれを作って岩井さんとか林、はい、さんは僕は本当に感謝なんですよ。すごいですよね。もう返さなきゃいけないなって思うんで、やっぱりそこのね、岩井さんが作った令和の虎の中の社長はもう全員仲間だと思ってるので、うん、何かあったら助けたいっていうのは本当にありますね、思うとして。確かに、か本当になんかこう経営者って孤独だからがゆえ頼っちゃダメだとか負けちゃダメだみたいな、ね、そうなんですよ、なんか恥ずかしいとか変なプライドが邪魔するのかもしれないですよね、うんうん、ただ結構素直にいろいろ相談してみたら、うん、すごく気持ちも楽になるし、うん、解決も早いと思うんですよね、うん、自分じゃできないこともちょっと人に協力したものがすぐ解決することもありますし、そうですね、特に資金的なこととかってそうですよね、うん、僕は今うまくはいってるんで差し入れが出てきたりとか、はい、ただやっぱり困ってる時期もありましたし、うん、そこをうまく支え合って、もし将来僕が困ったら福ちゃんに助けてもらうこともあるし、いやいや、そんな私は別荘もございませんそうやってやっていけたらいいなっていうのはありますよ、なんか、うん、ね、僕すごいリスク管理というか、はい、リスクを感じながら経営してて、どんな売り上げ行こうと、はい、いつ倒産するか分からないみたいな気持ちでやってるんですよ、まあ、父親もそうだったんで、うん、大きな事業やってましたけど、やっぱりバブル弾けて倒産してしまったんで、うん、はい、いつそういうことは、まあ、コロナも僕の時もコロナでそれを感じたんですよね。こんなにね時間かけて作り上げて、うん、うまくいって従業員も400人ぐらいいる中でも、うん、こんななんかウイルスが流行っただけで倒産しちゃうんだなみたいな、うん、倒産の危機ではあったんですけど、うん、乗り越えましたけど、そうですよね、はい、だから僕がずっとうまくいくと思ってないですよ、うん、だからその時に手を差し伸べてくれる人たちがいっぱい作っておいた方が僕もその時救われるし、だから今は、僕がまずは皆さん協力する時期だろうなと思ってるんで、うん、はい、
そうですね、ありがとうございます。で、まあ、その中の、その、あの、先ほどのお話なんですけど、その虎の家を借りるプロジェクトっていうふうなことで、はい、今あのその何かの社長さんたちにお声掛けさせていただいてます、うんうん、まあ、トモハッピーとか島屋の社長とか、うんうん、谷本社長とか、はい、茂木社長もそうなんですけど、はい、でそのプロジェクトの中で6月の3日からそのクラウドファンディングが始まるんですね、事業再生版の中 で、うんうん、で私一人目 の、 あの志願者というのがクラファンが始まるんですけど、はい、うん、でまあ、もちろんこれ私に特化したその返礼品を運用していくんですが、うんうん、それぞれの虎の家を借りるということで、はい、それぞれの社長さんたちにもお願いしたその独自 の、 その返礼品を今作っています、うん、はいはい、どんな感じですか。で、うん、まあ、皆さん大体お願い させていただいているのは、うん、なんて言うんでしょう、例えば壁打ちとか、うん、三浦会長と一緒にこう1対1で、人生相談とか、それ視聴者の人が、そうです、クラファンにお金を入れた人が、リターンとして僕と会って、はい、そのいろいろ相談ができる、壁打ちできると か、はいはい、うん、とか、まあ、あとは普通にざっくばらんな、その何て言うんだろう、何人かこう集まって、うん、食事会とか飲み会とか、うん、その中でその経営者の人たちの相談を聞いてあげたりとか、うんうんうん、まあ、そういうふうなのがほとんど多いですね。あ、でもいいですね、それはなんか結構重要あると思いますよ、今やっぱりいろんな方が、林さんもそうですけど、うん、なんかそういうなんかコミュニティサロンみたいなことやってるじゃないですか、あの顧問制度とか、やっぱ今その経営者の中でいろいろその虎のアドバイス聞きたいって人多いと思うんで、そうですよね、はい、全然いいと思いますね。あれ三浦会長のチャンネルでよく茂木さん社長あたりとよくなんか居酒屋かなんかでなんか話してる動画あるじゃないですか、はいはいはい、あれ六本木の居酒屋さんですか。あ、そうですね、はい、途中六本木の居酒屋さんみたいなところ、うん、ちょっとまあ5人ぐらい の、 そのエントリーされる方がいたら、うんうん、私と三浦会長と、まあ、7、8人ぐらいでざっくばらんなこう、まあ、全然いいです ね、 ね、だからあれなんか小料理屋さんで実はあの、お店を使ってるのって、はい、あのお店って、知る人と知るみたいな、社長さんばかりなんですよ、お客さんが、IT 系の社長とか、結構有名な人いるんですよ、で僕もよく行ってて、はい、でママがいるんですけど、はい、まあまあ会員制で経営者とかそういう人たちが、はい、まあ、孤独じゃないですか結構、まあ、で、ね、家庭料理を食べに来て、そこでカウンターで、はい、知らない社長とちょっとウイスキー飲みながら話したりすると、はい、その社長が大社長だったりとか、そういうようなちょっと変わった場所なんですよ。あ、そうなんですね。でもすごい繁盛してて、もう来月銀座店、再来月 赤坂店、銀座店でもオープンするの決まってて、うん、はい、すごいやりてるままなんですよ。なんでその銀座店でも赤坂店でもちょっと大きくなってるんで、はい、やっぱ、はい、そこでなんか、あ、話できれば、あ、そうですよね、すごくいいですよ。そこに通うと、はい、いろんな人と知り合えるんで、なるほど、うん、いい場所なんですよ。ゴルフと一緒ですね。そう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 、そこでたまたまあの隣でお酒飲んで仲良くなる、そこが仕事、ね、につながることもあるし、いろんな情報とかアドバイスを受けることもあるし、なのでそこでもし 4,5 人ぐらいで、はい、あの個室のとかで話せればいいかなと思って、はい、そんなんいいよね、うん、ね、はい、いいお店です。だから鍵券って言うんですけど、どっちかというとその三浦会長ってなんかこうこうやるならこうなんかこういう感じでこうやってやる人なの全然違いますね。あ、そうなんですね。もう本当に庶民です、庶民、もう超庶民の生活して、いやいやいや、だって三浦会長のよく X とかにこう映ってるあの立派なお墓があるじゃないですか。はいはいはい、はい、あれ立派ですよね。あれもだからあの先祖もまあ本家の墓なんですけど、はい、僕結構その運気とか大事にしてるんで墓守をやってるんですよ。毎月その本家の墓を、僕は入れる墓じゃないです、僕の父親も入れないし、入れないんですけど、あのひいおじいちゃんとかおじいちゃんとかその経営者のみんな経営者なんですよ、経営者一族なんで入ってるんで、あの今の状況報告をしながら掃除してるみたいなのを毎月やってるんです。でもそういうのは先祖さんを大事にするのって結構大事ですね。大事ですね。僕自分のそこで何か、なんか先祖さんご先祖様の力でなんとかと思ってないんですけど、自分のなんか気持ちとかが落ち着くんですよ、うん、で自分に対してなんかもう一度なんか見つめ直せるというか、はい、今の自分の状況とか、はい、でじゃないとあの、うん、なんですか、やっぱ経営者孤独なんでどんどん自分の感覚がずれていくのなんで、やっぱり初心忘れたくないんで、うん、まあ経営始めた時から言ってるんで、うん、その頃の気持ちで毎日行くと、うん、なんかリフレッシュ、毎月なんですけど行くとリフレッシュされるな、うん、あとまあ親戚たちにみんな僕墓守りだって思われてるんで勝手に報告、あ、そうなんですね、画像とかを親戚に送ってるんですよ、今月行って掃除してきましたって送って、はい、みんな安心するんで、はい、みんな割と年取ってきて、ね、体不自由になってきてるんで、うん、なかなか行けないんで、うん、代わりに行ってるみたいなんです、ね、なるほど、ね、
で、そういうふうな、こういうふうなね、ざっくばらんなお話を、なんかこう、はい、居酒屋でなんかやるっていうのもいいかもしれない。結構、僕の、とそのお話し話すと、他の経営者と完全に違うところもあるんで、うん、ある意味参考になると思いますよ。はい、なんか、当たり前の回答ではないんで、僕の言うことって、割とみんな気づかないところの視点で見てたりするんで、意外と話す価値はあるかなと思うんで。うん、業界の常識っていうのを非常識として捉える方なんですね。うん、うん、まあそうですね、まあいろんな角度から見るというか、角度からね、多角的にね、多角的に見たりとか、本質的にものを見たいなとか、はい、なんかいわゆるその常識的な価値感覚ではなくて、うん、本質的に正しいのって生き方、正しい生き方というか、うん、まあ仕事ってなんかお金稼ぐだけじゃなく人生じゃないですか、はいはい、どういうふうに生きるかっていうところで考えると、うん、お金を稼いでも使い方もそうですけど、行動の仕方とかっていうのは、うん、この方がなんか正しいとかかっこいいとか思ってたり、あと僕経営する中で成功する方法っていろんな方法で成功すると思うんですよ、うん、でも失敗するのって割とパターン化されてると思ってて、はい、なんかもう本当にまあまあ世の中の流れで失敗する人もいますけど、だいたい3パターンとか4パターンぐらいしかないんですよ。だいたい倒産する人ってなんで倒産したかというと、例えば投資して失敗しちゃったとか、そうです、無駄遣いしちゃった、ギャンブル、はいはい、でも事業はうまくいってたって人多いんですよ、はい、仕事は割とうまくいってたんだけど、要は水商売の人に使いすぎちゃったとか、ギャンブルで負けた、あと投資で失敗したとか、結構その本業じゃないところで失敗するのが多いん でそれって結局いろんな誘惑、お金持つ誘惑出てくるんで、そこ との戦いも経営だと思って、その辺は結構僕はいろいろ自分の中で、ね、考えがあるので、そういう話もできたらいいなと。そうですね、うん、深いね。じゃあまあそうすると大体居酒屋さんとかだとマックス上限人数的には、でもやっぱりあんまりいると、あ、まあそうか、深い話できない、深い話できないんで、本当にちゃんと皆さん対峙して話すんであれば5、6人ぐらいなのかなって気はするんですよね。そうですよね、うん、はい、じゃあ5、6人ぐらいで、ある程度じゃあまあお食事だったり飲み物とかも含めた形で金額的にもどうなんでしょう。どうなんですかね、僕ちょっと相場が分かんないですよね。5から10とかそんなもんかな。5万から10万ぐらい。トマホッピーだったら10万だったっけ、うん、トマホッピー5万だったっけ、まあ、5万で言うと、でもトマホッピーの事務所に行って、ただ缶ビール飲んでイエーイみたいな感じ。ああ、いつものパターンですね。イエーイみたいな。なんならトマホッピーのスタジオはお金払っても入れますから。混ざり込んでも分からないぐらいいつも人いますよね。確かにこの人作業しましたもん。結構人いるんで、はい、でもまあトマホッピーも面白い人ですからね、うん、いろんなちょっと普通の人と違う意見、うん、いろいろ言える人なんで、なんでどのぐらいだろう。でも僕は高いかもしれないですけど、本当にいろいろ深く話したいんだったら10万ぐらい払ってくれる人で、うん、少人数でやりたいです。あ、なるほどね、うん、分かりました、はい、じゃあそれはそれでやりたいと思います、はい、そうですね。で、六本木とか銀座とかそういったところにあるんですね。そうそう、六本木銀座赤坂なんで、はい、まあ6月だったら赤坂がいいかなと思いますね。オープンするんで、ね、でオープンのお祝いは僕行きたいんで。なるほど、うん、はい、分かりました。じゃあまあそこら辺のところで日程なんていうのもちょっとこれからまたグループラインで組ませていただいて、はい、うん、お話ししておこうと思います。ぜひちょっと協力してください。ありがとうございます、はい、あともう一個、はい、あれ、はい、銀座かなんかに、はい、三浦会長なんかお店出しました、ね、あ、出しました。あれ何でしたっけ。あれはヴィンテージブランド東京ってあのブランドショップなんですけど、結構多分リユースの中では多分銀座で一番大きいんじゃないですかね、ぐらい大きいお店を、の地下1階から、はい、まあ、ちょっとなんか 1.5 階、2階、2.5 階みたいな作りになってるんですけど、あの地下1階、1階、1.5 階、2階、2.5 階、3階までのフロア全部借りてて、で5階層ぐらいあるんですけど、結構大きいです。なんかヴィンテージのウイスキーを作ったってさっきなんかツイッターの X で、ヴィンテージウイスキーも1500本ぐらい半年間ストック集めたんですよ、だからまあ販売価格で数億円ぐらいあるんですけど、それを、地下のフロアで、あ、そのお店の、お店に地下のフロアがギャラリーにしてるんですけど、和風のギャラリーなんですけど、和の美術品とかそういうのを見ながら、ウイスキーを飲みながらウイスキーもヴィンテージウイスキー買えますよっていう、外国人の観光客向けに割と作ってるんですよ。あ、なるほどね、外国人の富裕層観光ツアーに組み込んでもらうんですけど、はい、なんか結構外国人の方ってウイスキー、日本のウイスキー買いたいんですけど、買う場所はなかなかないんで、うん、今もうなんか免税店とかあるじゃないですか、空港の全部売り切れなんですよ、山崎とかもう入らないんで、はいはいはい、なんでその山崎をメインで白州とか軽井沢とか、
そういうあのヴィンテージのウイスキーを1500本今ストックしてあるんで、それを買える、外国人の方が買えるような場所、あ、まあ、日本人とかでももちろん買えますけど、はい、なかなか今手に入らないんで、なるほど、ね、はい、ぜひ皆さん行ってみてください、はい、ぜひ来てください、はい、めちゃくちゃいいと思いますよ、あの見に来るだけでも、あとヴィンテージのウイスキーちょっと一口飲むだけでもね、まあ、試飲するのは1000円ぐらいかかりますけど、ええ、でも、うん、なかなか飲めないウイスキーとかもあるんで、わかりました、うん、はい、じゃあ福ちゃん来てくださいね、あ、ぜひ行きます、行きます、事業成功させて買いに行きます、そうです、高い、あの一番高い2000万ですからね、わかりました、ということで本日は、三浦会長の方にご出演をいただきました、はい、頑張ってください、ありがとうございます、はい、すいませんでした、はい、ありがとうございました。